はい、今日はですね、パイプタバコのご紹介ですね。新商品というわけではないんですけど、このカロミオですね。非常に甘い香りのタバコなんですけど、こちらをちょっと吸ってみたいと思います。でですね、まあ、これ見た通り 20g のこの860円ってお手頃価格の、パウチものなんですけど、まあ、昔からですね、この 100g4300円の結構大きい缶のパイプタバコっていうのは昔から発売されてますね。で、去年ぐらいからこの 20g 出てますんで、まあ、ちょっとお試しに1回買ってみようっていうにはこの 20g はいいと思います。まあ、私もそんな感じでですね、お手軽にこのカロミを買ってみましたんで、で、ブレンドはバージニアとブラックキャベンディッシュですね。ブラックキャベンディッシュは、まあ、香り付けの香料を吸い込ませるにはいいタバコみたいですね。うん、着工物にはよく使われるタバコですね。で、フレーバーはキャラメルとバニラ。まあ、相当甘い香りのタバコみたいです。メーカーさんの紹介文読みますと。で、製造はダンタバコですね。おなじみのタバコ製造の会社になります。では早速ですね、ちょっと開けてみましょう。こんな感じですね。どうやらこれバージニアはちょっとフレークっぽい感じに、大きい刻みになってるような感じがします。基本はブラックキャベンディッシュですね。でバージニアが程よくブレンドされてると、まあ、そんな感じに見えますね。まあ、これ見てる方は大体分かってますけどね、パイプの吸い方は。まあ、2回着火っていうのが基本ですね。1回目は上を焦がすような感じ で、そうするとわーっとタバコが盛り上がってきますんで、それをこういうタンパーでですね、これはまあ自作のタンパーなんですけど、押さえて、盛り上がってきたのを押さえてちょっと固めて、で2回目でちゃんと吸い出すっていう、まあ、それが基本的な手順ですね。でやっぱりこれカロミを袋を開けた時に相当甘い香りが伝わってきますね。甘いいい香りがしますね。まあ、この香りで、まあ、結構強めの香りだなというのがよくわかります。やっぱり結構バニラが強くきますね。バニラっていうのが、まあ、パイプタバコでは一つの定番の香りですけど、その定番のバニラの香りにちょっとあのビターな香りなキャラメルがほんのり、入ってるなっていう感じですね。辛みもほどほど強くて、こういう甘いタバコは、やっぱりこの着工されてないパイプタバコとはまた違った良さがありますね。着工のものっていうのは何ですかね、タバコのこうちょっとガツンとくる感じとは違って、なんか落ち着いた気分にさせるものがありますね。こういう甘いパイプタバコは最初の香りだけ、結構香り気になるんですけど、吸っていくとあんまり甘さが気にならないっていう感じが定番なんですけど、これはなんか吸うたびに甘さを感じますね。このバージニアの甘さっていうのも効果を発揮してるのかもしれないですね。結構甘いパイプタバコだと飲み物なんかはあんまり組み合わせるには甘くない方がいいと私は思ってるんですけど、これはなんかもっと甘い飲み物を飲みたくなりますね。とにかく甘いもの尽くしにしたい、そんな感じにさせますね。着工系の中では私は相当これはいいですね。まあ着工系もいろいろあって、ちょっと、癖が強いかなとか、まあ自分の好みに合わないっていうのもありますけど、これもまあ相当、
香り甘い部類だとは思うんですけど、その中でなんていうかタバコ自体のブレンドと香りとかすごくマッチしてて、本当に着工物としては完成されたタバコだなっていう気がします。着工物好きな方には本当おすすめできますね。まあ、私毎回動画でおすすめできるって言ってる気はするんですけど、うん、これは本当間違いないパイプタバコですね。なんか昔から あるような感じがしますよね、このタバコ。きっと昔からある定番のパイプタバコなんじゃないかなっていう気がします。ということでですね、皆さんもよろしかったらこのカロミを、まあ、20g で最初試す感じでいいと思うんですけど、860円なんで、ぜひお試しください。今日はありがとうございました。